どうもこんにちは、コメツショーです。この番組はですね、2回目になるんですけども、宮野守のラジスマを待つ、放送枠ということでやっております。で、今すげえ地震が来ました。で、全然動じなかったんですけど、周りが結構騒いでるみたいで、凄まじい騒ぎになってました。チャットもちょっと遅れないのか、これ地震関係あるのかな。で、ちょっとゆるゆるとやっていきますか。誰か入ってきてくれるかな。これさっきちょっと始めてたんですけど、音が入んなくて2回目なんですよね。各他所から、他方面から。で、関東にも行ってる地震。大丈夫かね、みんな。こんばんは。声聞こえてっかな。今度は聞こえてる気がするんだけど、こっちめちゃくちゃ地震すごかった。6ぐらいの地震が来てさ、なんか東京の方も多分揺れたんだぞ、これね。すごいラインになってる。みんな大丈夫なのか、大丈夫なんだろうと思うんだけど、分からんからな。ああ、よかったです。そっちは全然大丈夫だった。まあ大丈夫なんだろうね。すごかったよ、福島の地震は。もう建物とかお尻とかもすごい揺れた。こんぐらい揺れた。一気に地震来たら分かんなかった。分かんないよね。まあそりゃそうなんだろうけど、 LINE めっちゃ鳴ってるわ、俺んとこ。押し入れとか勝手に開いたわとか言ってるわ。まあ確かに俺今2階にいるんだけど、あ、俺死んだかもしんねえなってちょっと思ったね。で、東日本大震災の時はもっとひどかったみたいだけど、俺はその時埼玉いたから分かんないけど、ど田舎なんで大丈夫とかってあんの関係あるか、それ。そっちはあんま自信ないイメージあるね。あんまそういう危機意識ない系の人だから、俺は。なんか災害とかあったら一番最初に死んじゃう系の人なんだけど、多分。で、まあまあそれはちゃんとね。結構な揺れだったにしてもそれみんな騒ぐわな。一気に宮野とか行ってらんなくなってきた。なんなら今日もさ、すごいハードに麻雀とか13時間ぐらいやってたからさ、
ゲームとかできるテンションじゃなかった、正直。夜更かしっすね。ここを前にして、うわ、救急車鳴ってんだけど。そうなっちゃうか。あ、ゆうたさんこんばんは。地震が来てビビってるところでございます。地震情報とか見ちゃいたくなるぐらいの。しかもまだマモちゃんファンは来てないんで。ああ、ちょっと大変でしたね本当に。私は福島なんで、福島沖で揺れたみたいだから、すごい鳴った、あの警報とか LINE が。最大震度6強の地震。この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。こんなのすぐ早く来るもんなんだね。13日23時8分頃地震がありました。強かったよ本当に。地震ライブしようと思ったんだけど、ちょうどさ、ちょうど切ってたよねカメラ。マイクがなんなくてさ、なんか惜しいことしたなとか思っちゃった。なんか東日本大震災の時にさ、地震ですごいことになった時さ、 FPS の実況者さんがさ、もうめっちゃ揺れてるんだけど、でも俺 FPS やめられないんだけどっていうさ、すごい伝説的な実況を残した人がいて、何回も見たな。おもろかったな。あの時の地震に比べれば全然だったと思う。ちょっと外見てみようかな。顔が見れてないの。僕は愛知なんで震度1ぐらいでした。1ってもう分かんないよねレベル。俺はもう家具揺れたちゃんと。で家族とかからの LINE がすごい流れた。結構な地震だったよ6強だから。で救急車がさっきうるさかった。やっぱその震災の時はかなり揺れてて、その一番すごい津波とか来た時がすごい強かったって感じするけど、そこから 1,2 年はずっと頻繁に週に 2,3 回は最低でも地震来てたみたいで、ちっちゃいのでかいので、このクラスのあんまり珍しいけどね。結構ね、僕は徳島なんで震度0ぐらいですね。0だね。愛知もギリギリだもんね。さっき配信で声聞こえてたのになんで一回やめたんですか。いや、あのね、設定がちょっとおかしくて、うん、一瞬聞こえるようになったと思うんだけど、惜しかったね。あのまま続いていればめっちゃ揺れてるっていう顔が。でカメラ落ちたから結局顔映んなかったけど、その時お風呂だったので全然気づきませんでした気づかないだろうねすごい揺れだったよ。こんなんだった。こんな、
すごいよ、会社とかから、あと母からの電話を2回拒否してる。マミーごめん。俺は何より配信が大事なんだ。狂ってやがる。発狂声聞きたかったです。そんなに騒がないよ。ぐらいでさ、先輩怖かったね。先輩割れたってテレビ。かわいそすぎる。あげようかな、俺テレビあったかな。人ごとにとは私のリアルフレンドなんで。リアフレなんで。怖かったね、こんな夜と。こんな、あれ以上にひどかったって思うとすごいよね。さらに明日なんかゲームするんですか。起きたらやるわ。やりますか、マリオ。なんか会社にすぐ連絡しないといけないってなってんだけど、いいかな。ちょ、安否報告生放送になってるわ、なるわ。震度5を超える地震がありました。皆さん安否をご連絡ください。お疲れ様です。めんどくせえ。お疲れ様です。自分含め、家族も、安全確認でき、います。誰が面白いんだこの放送が。リア友なんて言ったら今リア友がどこにいるか分かってしまう。なんだって。えいや、大丈夫っしょ。なんだってあるよ。リア友は今震えてます。ひと兄さんは。んで、皆さんも余震気をつけてと。なんだなんだ、ふんふん。東京の大学時代の友達もすげえビビったって LINE くれた。そんなのはええや、俺はしっかり自分の実況するだけなんだ。ちょ、元気出てきたな、ちょっとな。自信あってちょっと元気出てきたな。正直さ、昨日3時40分に起きて、2時間、いや1時間半ぐらいかけて、夜の夜な明け方の道を爆走してさ、福島県内を横断したよ。だいぶ縦断か。で、麻雀やって13時間。分かる人は分かると思うけど、マイナス8点っていう。全然全然、お前本当にその場でやってたんかみたいな。ちょっと先輩から連絡来たんで音声切ります。いや、
はい。あ、全然ないっす。え、ガスとか水が止まってないですか？大丈夫ですか？ちょっとそれ確認します、後で。じゃあライフラインが大丈夫であるかとか。はい、とりあえずライフライン、はい、まだ問題ないか確認だけして。あ、ありがとうございます。本当に俺はとりあえずキッチンが悲惨なことになってるから、そうなりたい。夜な夜な片付けするしかないっすね。もともと汚かったら何ともなかった。命よりウイスキーが大事なとこ。あ、なんか、なんか実家ともなんかやり取りしないといけないんで、ちょっと、はい、すいません、失礼します。よ、じゃあお気をつけて、何かあったら連絡します。ありがとうございます。はい、めっちゃ面倒見がいい先輩と話した。この先輩も関西人でなかなか話が、俺もおしゃべりだから話が切れなくて、ずっと話してて、一回勉強会に行った帰りの新幹線ずっと話してて、めっちゃ疲れてるのに二人でヘトヘトになったっていう。それで最悪なことが起こったね。アーさん初見です。皆さんが好きなんですが、僕も好きですですか。僕も好きです。一緒にファンとして宮野守さんをさせていきましょう。分かってるやん。でもお疲れ様でした。ありがとうございます。やっぱ結構余波がうんきつめにありますね。ゆうたは YouTube ライブ配信してる。友達が東京なんぼなんだこれ。あー、でこれ結構東京も強いんだね。埼玉震度5強、東京も5弱あんのか。電車とか止まるんだろうな。俺の安否確認は YouTube ライブでわかるから大丈夫でしょう。笑って今日も過ごしているよ。あ、また来た。うん、いや、じゃあ宮野守の話しますか。する。俺言うほどあれだな、切り替えらんねえかもしんねえな。今アイス食べてます。四国と愛知は、四国と愛知の人間はこれだからよ。こう顔映っちゃダメみたいんだよなこれな。ちょっと俺もあんまり見識が深められてないんで、宮野くんの生い立ちでも見ますか。ちょっとゲームできねえわ今。宮野守今37歳か。で、うん、37、俺が30だから90年生まれで、37歳で劇団ひまわりとこのキングなんちゃらっていうのに、これ多分声優の事務所だね。なんかもともと劇団の人みたいだね、宮野くん自体は。宮野自体は劇団の人で、
であんまりそれで芽が出なくて、でちょっと声優のオーディション受けてみたらっていう話になったら、なって受けてみたら声優の、仕事が来て、で最初に「キングダムハーツ」の陸の声やったんじゃないのかなっていう俺の知識。マモファン。来歴、声優活動、俳優活動、兄の影響で小学生から劇団ひまわりに所属する。初仕事は、小学1年生の時に出演した声優の CM。 なんていう声優っていう、なんか愛知とか四国の方にはあんのかな。関東の結構その埼玉に近いんじゃないかな。また仙台でも揺れてみたいですよ。揺れてたね。ちょっと揺れた。でも大して揺れてなかった今のは。俺が思うに。すごいよね。高3の時、って読めてましたか。で、劇団ひまわりの本公演、スクルージのピーター・クラッチ役で高く評価されたことが役者人生において大きな転機となった。中高生時代は3年 B 組金八先生の生徒役やってたの。嘘。 マジで。 ニュースの女で滝沢秀明が演じる、北原龍のチームメイトとして友情劇を、演じるなどテレビドラマに出演。その一方で将来への不安から、劇団ひまわりの全日制クラスに入って、ダンスや歌のレッスンを受け始め、後に歌手としてのスタイルに近い音楽と出会う。へえ。金八先生の、で、ねえ、生徒役やってたんだね。その時の写真見たいな。金八先生、宮野真守でいけるかな。遅延ちょっとでかいよね、多分。今日ちょっと大きめだわ。思ってた、俺も。か、なんかいろいろ動かしすぎてるか。ストリームの状態。ちょっと設定がちょっと。ライブ配信の設定、ああ超程度遅延にしてないからだ。これ変えづらいな。ちょっと遅延多いね。ここが普通通常程度の遅延にしちゃってるから申し訳ない。次から変えないと。一回切んないといけないんじゃないかな、これやる変えるには。いや、めちゃくちゃあるね。もう音声がずれてんの、それ。なんかすごいな。それもう一回やる？何回もやり直して、ほんと申し訳ないけどさ、30秒ずれてたら嫌だよね。9の第4号シーズンの間放送されました。1998年ってめっちゃ前だぞ。いつん時だ。痛い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 痛
あ、これスペシャルだったんだ。あ、で CS でやってたスペシャルに映ってたんだ。なるほどね、おもろいね。木村良平って聞いた時ある気がするな。超おもろいわ。大丈夫だったら続けますわ。
これが貴重な金八先生出てた時のマモちゃんだ。やっぱさ、今の顔がめちゃくちゃかっこいいからさ、やっぱ垢抜けてない感じあるよな。やっぱこの一枚だけの写真じゃ申し訳ないけどさ、これはマモちゃんじゃないでしょ多分。へえ、おもろいな、金八先生出ていたと。はい、で後に歌手としてスタイルを確立すると。東京ホテイソン解散するかもしれないの？あ、マジで？もうなんかさ、東京ホテイソンズ面白いっちゃ面白いんだけど、 M1 向きのネタじゃないよなって感じはするよね。あとなんか審査員にさ、声の音量とかって去年の M1 で言われてたけど、あのボケの方の人のさ声量ってあの低さだからいいんじゃん。なんか分かんなくもないわな、考えとしては。あれだからいいのに、あれ否定されたらさ、どうかなって思うよね。高3の時に NHK 教育の海外ドラマ、私はケイトリンのオーディションに、合格し、声優としてデビュー。ああ、それ NHK の教育のやつだったんだ、最初。その後、声優の仕事が来るようになり、プレイステーション2のゲーム、キングダムハーツの陸役で注目を集める。やっぱそこなんだよね。声優の仕事って言ったら、最初の方の。さらに、6年から7年放送のデスノートの矢上ライト役で声優として知名度を上げ、8年の声優アワードを受賞した。また、声優の仕事が多くなってからも並行して実写映画や、実写映画なんて撮ってんだ。テレビドラマに出演。2010年公開のワンダフルワールドでは、映画主演を初めて務めた。へえ、これ見てないな。好きな人は見てんだろうな。うん。でも結構あれだな。声優ばっか出てんな。浪川大輔とか平田さんとか。これ3時の人じゃん。あ、好きだ。優香か、これは。杉田も出てるし。マリキバショータラメースも出てるし、関さんも出てるし、あ、これ名前も出てくるんだ。声優さんいいっすよね。なんて言ったって面白いよな、声優さんって。そういうところが好きっすな。あんまさ、女性声優さんとかに俺は行かないんだよね。多分本当に宮野守が最初好きになって始めた感じはあるから、始めたっていうか声優が好きになったみたいなところあるから、あのおじさんたち声がいいのに普通におもろいっていうのがいいんだわな。そういえば麻雀楽しかったっすか？めっちゃ楽しかったよ。それ大丈夫？それその話面白い？大丈夫？麻雀はすごい面白かったですよ。うん、これの麻雀の楽しさを伝えるのは結構難しいと思うんだけど、やってみればわかるし、その4人集まる友達に巡り会えたらかなりいいなと思う。大学とか行くと結構やるって話になったりするんだけど、で本格的に麻雀できる人って結構少ないと思うんだよね。うん。でやったらやったで面白いけど、まあやんなくてもいいかなって思ったりはする。うん。面白いよ、でも。だってぶっ続けで12時間、13時間できるからね。最長だと18時間やってヘロヘロになったけど、だからもう眠りながら帰ってきた今日、車で。地震より何ぼか怖かった本当に。じゃあ大学の友達にも返しとくか。ゆうたのあ、そうっすか。爆笑してくれてたか。福島は元気です。へこたれません。6度強ぐらいじゃ。で、マジビビったけどね。よし。
眠気でやりますか。で、歌手活動は2006年10月から2007年の3月まで放送されたときめきメモリアルオンリーラブで、斉藤和美と出会い、7年に鋼鉄三国志のエンディングテーマクオンかな、トアかなを歌うことになる。斉藤は当時宮野に対してついに新世代の声優が現れたというのを感じたという、その、クオン、トアがきっかけで、三島明雄に名前を知られ、水木奈々の後押しもあり、キングレコードの、VC 制作部職員です。宮野守が声優しているゲームをすると言ったので来ました。これってやるか。テンションがつらい。一日やるか。テンション上げてやるか。太鼓絶対初見じゃないけど、太鼓は初見じゃない確信。どうすればいいんだ。キャプチャーデバイスこっちじゃなくて、これじゃない、ちょっと待ってね。あ、これ流れちゃうと知らない、話さない、後ろか抱きしめて、すべてを奪いたい、返さない情熱を受け入れてほしい、戸惑いは罪と。ちょっとしたボケなんで、いや大丈夫だよ。いや本当に付き合ってくれてありがとうございます。これをうわ、揺れてる揺れてる、ちょっとまだ揺れてる、若干だけ怖い。若干怖いぞ。あー、ちょっと揺れてるね、ちょっと揺れてるね。おっと、揺れてるね揺れてるね揺れたね、これは。ちょっとこれブルってきてるの分かる？大丈夫？で、この音楽流れ始めちゃうと、うわ揺れとる揺れとる、分かんねえ、こんな感じだった今。で、私が今実況しているゲームですわ。最新の輪がまだ取れてないんで、取ってきますか。スタートボタン効かないっていうね、俺のこのプレ2のコントローラー。頑張れー。あ、できたできた。
東京ホテイソン解散が一番今ちょっと怖いな。なんだかんだ好きなんだけどね。ちょっと待ってね。友達の嫁さんが今ちょっとこれ見てるっていうのちょっとビビってんだけど、そりゃそうでいいでしょ。楽しげに実況していきましょう。よっしゃ、落とすぞ男を。男を落とすことによって女の気持ちが分かるっていうコンセプトでやってんだけど、ただ俺が楽しんでるだけっていう。よっしゃやるぞ。宮野くんがこの一番左のメイン主人公なんだけど、俺が今あの狙ってるのはそのレベル3に差し掛かってる野間くんっていうあの男の子ですね。このゲーム内容が薄すぎて内容がめっちゃ薄いから、何回か取ってても取れ高が少なすぎてやってないっていうの結構あるんだけど、多分これでいいはず。あと体内時計が壊れてるから全部3月4日の5時6分早朝にプレイしたことになっているゲームデータが、まあどうでもいいでしょうと。これマジね、いい感じの取れ高にするためには結構ここカットするから寝ますか。そう、寝れば。あ、でこの杉田智和っていう声優さんがやってる、この如月くんのイベントが、昼、休み1に入ってるから、それ以外のこの右にリストがある5人の中から、一人一人占って、まあ見てればわかるわ。このタロット占いしてその人のあのイベントを決めるっていうのがあるんだけど、アニパワーっていう三角ボタンを押してできるコマンドもあって、それをするとあのタロット占いでランダムで選ばないといけないんだけど見れちゃうっていう。アニパワー使うわ。アニパワー時を止まれ。慣れちまったなこれ。このディオタロットゲーム意味ねー。タロットの必要ねー。でこっから選んでこうというゲームになってます。何それ、何のゲームを俺はやってるんだ。今女は占い好きだろっていうコンセプトからこのゲームが生まれたみたいだよね。だからそういう意味では、で今まだやってないカードを選ばないといけないんだよね。一回やったのはイベントも消化されちゃってるから応援ナッチやってない気がするな。幼馴染もやってなそうだから下級生もやってない多分な。ここら辺やっていくか、しらみつぶしに。あ、結構やってたわみんな。で宮野やってないからいいか、宮野行くか。時を止まれザ・ワールド。ディオか、ディオンがいるのか。で見えなくなっちゃうんだけど、順番だけでも選べとけば。あ、正山さんこんにちは。世界一が来ました。今ここに世界一の、あ来たね、死の7ぐらいの。ひどかったよ本当に、グラグラだった本当に。その時は生放送してなかったんだけど、撮っときゃよかったなって本当思った。トゥルフォーチュンやっております。幼馴染でこの野間くんを狙ってるから、野間くんがまだやってないイベントで、で、昼休みが空いてるからこれやってこうって話になるんだね。であとはこの3番目の日向井くんって男の子も狙ってるんだよね。ちょっとそこも狙っていくか。これやってないんじゃないかな、応援団長。うん、あーかぶってるわ、昼休みしかできないイベントだった。って感じでできなくなっちゃうんだよね。
ヌシさんどこ住み？福島です。福島県です。しっかり震度7来たわ。いや震度7は来てないのか、震度6強か。すげえよ、揺れたよ。先輩のあの時計じゃないや、テレビ割れたっつってたもん。かわいそうと思う。あ、なるべです。見てくれてありがとうございました。あれ、まだちょっと地響きなってるしね、揺れてる若干。6とかじゃない、そう6だったよ。6来た。ちょっと軽度な遅延が今来てるっぽいんで申し訳ないっすって感じだね。でこれでいきますか。家ごちゃごちゃなってない。その高いとこに物を置かない家なんだよね俺、うちは。もともとごちゃごちゃみたいなとこもあるけど、正直なってないよ。なる人はなると思う。でもうん、本当にその震度7とかの、おはよう。あ、来た、ひむかいくん。この人も、この子もかっこいいし、いい。余震でかいの来るから注意しろよ。 ありがとう、めちゃくちゃ優しい。マサイモ市のところはあれでしょ、特に揺れなかったでしょ、大阪だっけ。ありがとうございます。でも、うん、震度6だったらまだギリギリ大丈夫だなと思った。でも周り救急車とかで運ばれてる人もいたりさ、うん、みんな外に出てたみたいだから、やっぱ怖かったね。2階積みだったから。家壊れた人もいると思うし、もうほんとボロボロの家は壊れてるかもしんないけど。マサイモは何地方に住んでるの？会話し始めた。ええー、な、俺んとこは震度2とか。あ、そうなんだ。愛知で震度1とか0だったでしょ。京都、ええー、な、京都に住みてえな。一回も行った時ないんだよね、京都。京都の人間とか憧れるわ。マモちゃんのラジオがあと30分後だね。おはよう、ショコ。あ、おはよう。足の具合、どう？朝からそんな心配そうな顔するなよ。ほら、笑顔、笑顔。イケメンか、お前は。こういうこと言えればいいんだよな、女にな。そういうことだろうな。ほら、笑顔、笑顔って言った時ねえもんな。あ、これが宮野だね。おはよう。挨拶してくれるだけ成長したんだよね、こいつも。挨拶すらしなかったから。でも2018年の大阪地震の時はやばかった。2018あったか。あったね、めちゃくちゃでかいの。そうだ、教室のお花に水やろうかな。そんなやついるか。花だって生きてるんだから大切にしてあげなきゃね。で、サライ君の受け売りか。カミカミになっちゃう。やっぱり調子が悪い。6だったんだ、大阪地震。やっぱあそこら辺もさ、地震あるよね。あの何、阪神淡路大震災もだしさ、同じようなとこで地震になったんでしょ、多分。学校休みなの、あれ。地震で休み結構少ないよね。京都なんだ、東京だと思ってた。やっぱさ、思ったけどさ、その関西とか大阪の地震はさ、こっちの人はさ、あんまり関心持てないなとか思うよね。やっぱ同じ日本でもあってもさ、遠いと。阪神淡路大震災は震度7、
それに比べるともう1しか変わんないっていう感じになってたもんね。1違うとだいぶ違うね。だからコメショーを心配してくれる人本当にありがたいね。私は元気です。あ、ちゃんと見てた。お花を大事にするコメショー証拠。あ、さらぎいくお前か。淡路島に親戚いる。大変だ。それこそさ、お家とか大丈夫だったかと思う。その花、お前のクラスのか。うん、水あげようと思って。阪神淡路大震災も家も壊れ、街が燃え上がり、救急車も来ない。なんかすごかったみたいだよね、当時の。本当に全、こっちまで語り継がれてないからっていうのもあるかもしれないし、俺の勉強不足もあるかもしれないけど、相当ひどかったっつってんだよね。高速崩れた写真が教科書載ってたりさ。それはもう関西の人にはすごい事件だったんだろうね。そうか、根腐れするからあんまやりすぎんなよ。こいつつばつとした BGM なのに寝腐れするからとか日曜朝みたいなこと言ってるのって趣味で。死者、あ、それ643じゃないんだ、1434なんだ。負傷者43792。すげえ。もうすごい、あんな高速ぶっ倒れてきたらさ、家もぺちゃんこだしさ、もうすごいだろうね。黙祷したの忘れられない。いつだ阪神淡路大震災。本当俺何歳だ。1995年、俺5歳だな、うん、だからあんまり覚えてないわ。覚えてないやつは全然覚えてないね。遠いからな、その幼稚園生ではニュース見れなかったんだろうけど、あっちの人はもう本当にショッキングな感じで残ってるんだろうな、頭の中に。で、朝方だったんだよね、多分災害起きたの。それがでかいんだよね。もうそこまでかけるんだもん。しかも1月なんだ、寒いしさ、朝方だし。そういえば最近兵庫県庁で水漏れしたらしい。それはどういう話題それ。兵庫県庁の水漏れの話題。この地震を機に俺の生放送を友達が見始めるっていう恐ろしい現象が起きている。お手柔らかにコメントしてもいいですよ。あと東日本大震災も経験してる。マジでどこでしてんだ。もうすごいしてるね。じゃあね、ちょうど行っちゃう。まあ、そういう人もいるんだろうな。東京だってひどかったもんね。最悪の地震って言われてるし、どっちが。東日本大震災はさ、幸いその5時46分とかさ、ありえない時間じゃなかったしさ、
すげえ大規模な火災とかはなかったじゃん。だから本当にさ、津波があったから本当にやばかったよ。火災とかさ、崩れ倒壊で人死んじゃったとかはさ、東日本じゃなくて阪神淡路の方がすごいんじゃない。津波が本当に余計だよね、こっちの地震は。地震の話になってる。俺はもう今日地震の話いいと思ってるよ、本当に。不良が根腐れするから水に、花に水やんないとかどうでもいいのよね。いう職員が誤ってどっかを閉め忘れたから。何の、どんな平和な話してんのそれ。震度6強の場所で地震起きてる。あれ、マサイも同級生？あれ、マサイも違うよね。阪神王子じゃなくて、東日本の時に5歳か。2011年か？そうか、そうだね。マサイモが5歳の時に東日本大震災ね。覚えてるそれ、東日本大震災起こったの。兵庫県庁側が負担するらしい。兵庫の水漏れに関して俺今日詳しくなったわ。何の話？6歳から京都に来て地震がひどかったので、京都にじゃなくてこれ東京だろ多分な。地震がひどかったので東京に行ったと。そしたら地震がひどかったの。なるほどね。京都に移住したのね、地震がひどかったから。やっぱあそこら辺で本当に引っ越しする人多かったからな。西に行く人も多かったしさ、こっちから東京行く人も多かったしさ。今日マモちゃんファン一人も来なかった。まあいいか、それそれで。でテレ朝ニュースでやってた。それが、それがゆうとさんのホットワードなのね、今日の。ネグサレ坊や別にどうでもよかったじゃん。津波とかも来て、父さん背負いながらなんとか。マジでそれ。それもすごいね、経験が。福島の人はもう凄まじい経験してるけど、マサイ結構頭いいよね、やっぱね。死者までは俺覚えてないしさ。朝こんばんは。地震の話で盛り上がっています今。この杉田智和が声優しているこの不良の根腐れするから植物に水やんなよっていう強制イベントも、まあ、どうでもいいかなって感じになってます。やっぱ体調の万全な時に実況しないとな。いいツッコミもできないわ。地震って怖いなって話してたわ。阪神淡路大震災、四国はどっちもそんなに影響なかったんだろうけど、四国はあるはあるか。それあるわな、淡路島だって。やっぱ大阪のあの倒壊した高速とか、木曽川って知ってる？飛騨木曽赤石っていうぐらいだから、中部の川じゃないの。中部あたりの中部地方で木曽川、木曽川バス事故。何っけ。木曽川の三角数いいよな。何の話してるんだ。
でもあの時小さかったけどやばかったのは覚えてる。すごいね。四国は南海トラフ来るからやばいよ。いつか地震博士かな。日本に住んでるって言ってんだね。日本アルプス地理詳しいなこの人たち。中学校の時地理とかは確かにめっちゃ詳しかったもんな。木曽川はこれは長野県か。長野岐阜でこれ愛知の県境になってんのか。この木曽川が長良川と合流するのか。これ綺麗だねこの川ね。長良川とか木曽川の流水マップ見て初めて。実況中に見ると思わなかった。日本アルプスね。山とかもちょっと登ってみてたんだけどさ、興味あるから結構調べてたわけど、みんなには知識で全然及ばないって今思った。ネグサルの話と俺進めてるね。マモちゃんの分かった、詳しいんだね。誰が興味あるんだこの放送。もう一回これ撮り直そう。地震の放送っていうタイトルにも書いてある。そんなんじゃねえよ、一般常識だ。あ、また地震来た。やばいな、これ余震かもしんねえな。まだ来る可能性あるわ。西さん、広島の原爆をしてきたのと東日本大震災のどっちが特にやばい、やばいですか。いや、それ簡単に比べちゃいけないと思うけど、いや原爆だろうな。人災じゃねえからな、地震は。原爆人災だし、後遺症とかあるでしょ。僕四国なんで死にました。死んではないけど、まあ死にっぱぐれるぐらいの人はいたろうね、そのね、東日本大震災じゃない。淡路大震災というか。まさにも小6の時、修学旅行で原爆見てきました。うん、どうでしたか。これ原爆ドームも行った時ないんだよね、やっぱり。広島も行った時ないし、なんなら近畿、四国とかね、あっちの方は行ってないね。俺どこまで行ったんだろう、県。北海道、山形、福島、宮城、これ秋田とか行った時あんのかな。茨城もあるか、茨城、群馬行ったけあるわ。群馬、栃木、東京、神奈川、埼玉、千葉もあるか。ディズニーランド行ったから千葉もあるのか。そっから左あんま行った記憶ねえんだよな。あ、愛知行ったわ、愛知。大学の時に国会で愛知に行って、そっから左はもうその次沖縄しかないわ。原爆ひどかったろうな。もし大きい地震が来たらどうするの。俺さっきよりでかい地震来たらどうしようの。やっぱ一回降りて逃げるか、カメラ押さえながらこのパソコンのモニターを押さえて、命より大事なんだこのモニターはっつって押さえて伝説になるってぐらいしかないの。家族に電話する。中学修学旅行の頃、中学の修学旅行はコロナのためで行かなくて済みました。行った方がいいんだぞ修学旅行も。まあどうでもいいけどね。四国の人は修学旅行どこ行くんだろう。東京かね。こっちの人はさ、めちゃくちゃいい人が沖縄行って、まあ普通に大阪とか行くのが主流かな。大震災からもう10年経つよ。あ、そうだね。なんて健全な。まあなんか
すぐだなって感じするね。名古屋市と岐阜市の間くらいに住んでます。あ、そうなんだ。これ名古屋にも岐阜にもおばちゃんが、おじさんおばちゃんおばさんがいて、やっぱあっちの人は話し方が素敵っていうかおもろいからさ、なんか結構関西人に近くない？なんか喋り方東京っていうよりはもう関西の方に行っちゃってる感じある。名古屋と岐阜の人なんやろうとか言って。沖縄です。沖縄行きたくないのでゲーセンに行きたいです。いつでも行けゲーセンは。まあ行きたいところにね行ければいいんだけど、別に行かなきゃいけないでいいし、強制されていくもんじゃねえわ。岐阜のおばちゃん会いたいわ。そう？突然始まる。草花が好きな不良。お前優しいんだな。お前優しいんだな。俺明日からこれ使おう。やっぱ優しいってさ言われて嫌な気持ちになる女性いないから、もうどんどん言ってった方がいいと思うんだよ、うん、なんかこれ言ったら気持ち悪がられるなとか思いながらも、思ってても言った方がなんか嬉しいって思われるんだよ女性って。結構たまに言う俺も、あ優しいっすね、やってくれたらありがとうございますって言って、ありがとうございます、優しいっすね。修学旅行東京よかったな。どこ行ったの？お前優しいんだ。ええよな、ツンデレって。でもやっぱりフランクに言うのが一番いいと思う。この優しいんだな、優しいっすね、いやなんかやってくれると思いませんでした、ありがとうございます、優しいっすね。思春期だからこそ言った方がいいと思う。やっぱさ思春期の時にいろんな経験できたらなとか思う。なんかこういう風にさ明るくなって、なんかそんなに周り気にしなくなってから、なんか女性に対してとか話すようになったり、ありがとうございます優しいですねこういうのか。10時間なくなったら10時間が増えましたね、最高だね。首里城行ってもなっていうの正直思ったから、10時間があるのが一番いいんだよ。で大学では大学に友達かなり沖縄行けたからめちゃくちゃ良かったな。修学旅行はまだだけど沖縄って確定したのよ。おめでとうございます。沖縄いいね。13の時首里城行きましたね。いいね。初は中学の修学旅行が俺沖縄だったからめちゃくちゃ良かったんだけど、その時岐阜の白川郷の近くでも燃えたりしてた。何が燃えたりしたの？物騒やね。燃える2ヶ月ぐらい前になんか燃える話。ああ首里城ね、確かに燃える前に行けたら行った方が良かったかもしれない。今思うと別に見なくていいと思うけど、燃えちゃってからはね見えないから、見れないから。おい、それ俺のセリフ。不良役を舐め散らかしてる。あはははなんてね、そんな女がいるか。ったく調子狂うぜ。これも俺言うわ。ったく調子狂うぜ。これ言ったらかっこいいだろうな。ったく調子狂うぜ。ナダルぐらいしか言えねえだろ。ったく調子狂うぜ。この配信は宮野真守さんのことをつぶについての配信です。はい、宮野真守もそのうち出てくるんで、じゃあな。キリッとした。俺のほう、そのトゥルーフォーチュンっていうさゲームさ、肩幅異常に発達してるよね。やばくない？あの肩幅ハンガーかなんか背負ってきちゃったかなみたいな、ここにカレー皿乗りそうな感じの
明日配信するのにやばくないかにしようかなとは思ってるね。週1で、まあ、量はやろうと思ってるけど2時間ぐらい。でもちょっと今日土曜の朝4時起きで麻雀を12時間やってきたん で移動2時間かかったんで往復で、クソ眠いからめっちゃ寝るわ。次歴史の話になってる。いや勉強になっていいわ、好きだよそういうの話、いっぱい振ってほしいわ。全然印象残ってねえや、さらに。明日は月曜日です。怖いこと言うんじゃないよ。先輩って背が高くてかっこいいよね。どうしたらそんな風になれるのかな。これゆうくんだね。宮野出てきたよ。宮野、あそこにいるのは。これこのゲームを実況するにあたってもう声優がね熱演してるから、俺も声優になったつもりで気持ちやんないといけないって。俺パート2で誓ったから、パート1が伸びなすぎたからなんかやんないといけないと思って俺声優になりますってパート2で言ったからよ。こんなに噛んでるのに。あそこにいるのは。ねえねえ、小さい頃から牛乳飲んでた？かわいい。この声優さん結構俺好きなんだけど、この左のゆうくんの。今はもう下野ひろくんに取られちゃったね、こういう子供ボイスは。飲んでたんだ。やっぱそっか。俺も飲んでた。何本ぐらい？3本？4本？俺ももっと飲んどけばよかったな。何換算でだよ、1リットル。0時なんで今は日曜日ですよね。トリック使ってきた。タイムショックみたいな。テレビ見てたのに地震速報来て見れなかったよ。テロ時なんで今日は日曜日ですよね。僕も同じ。話についていけなくなってしまった。トゥルーフォーチやっていた。俺も幼少期悪夢を見てたの、夜な夜な。でおねしょとかいっぱいしてたので、なんか小1ぐらいまで恥ずかしながらおねしょとかしてて、でそれがすげえ恥ずかしかったんだけど、親戚の今は亡きおじちゃんに夜寝る前に牛乳飲んで寝ると悪夢見ないんだぞって言われて、であそうなのみたいな、そこで信じ込んで牛乳飲んで寝たらそこから全く見ない。PS2 で声ありゲームあるのすごいですね。ああそう、そうなのかもしれないね今思うと。でこれ甘髪を作ってるゲームの会社なのよ。で甘髪がねこれまたいいんだわ。甘髪がとっても俺のやりたいゲームなんだけど、その前にギャルゲーやり始めちゃった。乙女ゲー。牛乳は飲みすぎてもよくない。トランス脂肪酸の話。ゆうと、もう寝ます。おやすみなさい。気をつけてくださいね。ありがとうございます。地震来たら、ぜひ覗いてみてください。頑張って俺配信するから、地震起こったら。そうなの？俺今でも毎日1リットル以上飲んでるよ。かわいいな。ゆうくん、星宮くん。あっ先輩。あ、米二人って知り合いだったんだ。まあな。もちろん。だってこの学校で星宮先輩のこと知らない人なんていな。いな。いるの？矢口、背を伸ばすいい方法を教えてやるよ。かわいいな、なんだ。本当？なになに、どうやんの？この学校でこの星宮くんは有名人なんだって。でも全然わかんないの、あの主人公は。そこを紐解いていくのがいいんだって。でもこの星宮くんは
この主人公に自分が何者かってバレたくないみたいなところがあるみたいで、トラウマがあってって感じ。ここじゃ教えられない、ついてこい。いいね、今ついてこい、いいね、かっこいいね。うん、先輩またね。嬉しそう、はぐらかされたのに。行っちゃった。明日はマリメやりますよ。週1でマリメやるんで、2時間って決めてますね。もう明日午後になるかな。午前中は爆睡してます多分。ほら近い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 。このケースだとディフェンスラインが下がりすぎてるから。おう、なるほど、いいようにパスを通されてるな。そう、ヒム返しの目指す攻撃的サッカーを実現するにはこの状態は絶対回避しなきゃダメだよ。そうだな。うまくん、ヒム返しくん、何してるの。ああ、野間にサッカー戦術プログラムを作ってもらってるんだよ。サッカー戦術プログラム？そう、名付けて玉蹴りくんだよ。玉蹴りくん、ネーミングセンスねえな。そういうのセンスねえんだよ。ノマ、もっといい名前はないのかよ。可愛くていいと思うけど。ならそれでいいよ。どっちも俺好きんだよな。どっちか落としてんだよ。うちの選手一人一人をシミュレートして試合での動きを分析するプログラムだ。よろしくお願いします。これによって試合でどんな戦略を組めばいいのか、どんな指示を出せばいいのかが分かるんだよ。男子と男子の恋愛ゲームですか。はい、そうです。元々は甘神っていうギャルゲーをやりたかったんだけど、2000円ぐらいで10本ぐらい入ってくるクエスト2の福袋みたいなの買ったらこれが入ってて、これを先にやってますっていう。そしたら声優陣がめちゃくちゃ豪華なんだけど、中身がめちゃくちゃ極薄のゲームだったっていう。それを頑張って実況してるの。え、そんなことできるの。大変だったよ。サッカーのルールを覚えるところから始めたからね。すげえ。悪いな、ノマ。お礼なんていいよ、ヒム返し。難しければ難しいほどやりがいがあるからね。こいつ高校生にして AI。 このプログラムはまず試合での選手の動きをビデオで撮って、ピッチでの動きを全て入力するところから始めたんだ。これも諦めで浮かび上がってきた様々な状況での選手の判断や行動を分析して、より良い戦術を導き出すように作られてるんだよ。嵐山、清水寺だと行きたいよね。やっぱそんなにさ、文化財あるのほんといいよな。観光地ないからな、福島県って。福島県ほんとなんもないから。マリメ配信行きますよ。フル戦はやめときます。あ、そうなんすか、了解っす。いろんな楽しみ方あるからね。確かにフル戦も面白いけど、皆さんが作ったコースやるのも好きだから。皆さんが作ったコースだけ消化する日を作ってもいいかもしれない。ふーん、話し忘れた。完成すれば全国のどのチームに対しても理論上はベストな戦略を組むことが可能になるはずだよ。ここら辺のさ、説明めちゃくちゃいいのにさ。頼もしいぜ、ノマ。別にここでキュンとする要素ないのさ。これって将棋のプログラムを組むのに似てるね。肝心なのは選手全員が常に同じ意思を持つこと。ノマ、お前監督になれるんじゃないか。任せといて、今じゃ一発のサッカーオタクだよ。いいね。さあ分析を続けようか、ヒム返し。ああ頼む。次はディフェンスを近藤に変えて。ああ、またな。
またね。で、先輩が出てきちゃいましたけど、ちょっと疲れたんで。君、ここを誰か通らなかった。マジでね、これもったいないのよ、このゲーム。あとはちょっと裏で撮影しとこうかな。疲れた。麻雀の弊害がマジで出てる。またちょっと宮野の放送が始まったからそれ聞きに行くわ。また明日生放送するんでぜひ見に来てください。あとちょっと家のなんかガスとか電気止まってないけど、ガス止まったって話も聞かないし、多分大丈夫だと思うんだけど、見てこよう。終わっかなと思ってんだよね。なんせ俺が一番乗らない。もうちょこの一時だけやる。オッツしたい感じはあるんだけど。でこの人は緑川光ね。俺の2番目か1番目に好きな声優さん。なんかわかんないけど汗びっしょりかいてんだよ今俺。取れ高のなさにちょっと今びっくりしてる。これ実況しながらシリの話になっちゃうから。そしたら雑談でいいかなと思って、これ実況やんないけど雑談するみたいなね。でみんなも結構遅いよ1時。地震気をつけないとね。寝てても来るかもしんないからな。サイレンなっても起きないからね、夜。何あっても起きない。じゃ寝ない方が安全かもしんない。地震速報鳴った時、なんか声出た？例えばうわーとかやばいとか、いや出るだろうね、出たよ。うん、土曜日夜は朝早からいいよね、明日ね。めっちゃ出た声。あ、でかい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 って言った。若干笑ってたよね。やっぱ死なねえんじゃねえかなってどっかで思ってるから笑っちゃうんだろうけど、ちゃんと危機感がある人は外出てたね。でかいでかいって。うわーってあんま出ないわ俺。ジェットコースターでもうわーとか言えないもん。ヒーってなっちゃう。あ、また来てるまた来てる。来る可能性あるの？ヌイさん寝てる時にもし震度7の地震来たら気づく、ね、気づかない可能性あるよ。気づかないでそのまま行ってる可能性ある、うん、余裕である。ギャル系続けてくれって人逆にいるかちょっと聞きたいわと思ったら同時視聴者数が3になった。見てくれている人がいたのかもしれない。まあいっか。この1日だけ完結させるか、動画化するかわかんないけど、内容薄々だからな。あ、翔子くん、ここ誰か撮らなかったか。え、誰も撮ってないですけど。俺と太鼓と主さんに。まあそうかな。そうか。
かしたんです？ギターの音が聞こえたんだよ。それも一音一音が胸を打つとても素晴らしい調べだ。これだいぶ大事なイベントな気がすんな。急いで音楽室へ駆けつけたんだが、すでに誰もいなくてね。入れ違いになったらしい。聞いてて急いで駆けつけたのにいないって結構。何か知っているのか。ギター担ぎながら走ってったみたいな感じだけど。あ、いえ何も。そうか、あれほどの才能の持ち主が学園にいたとは。ぜひそばで聞いてみたいものだ。分かる人には分かんだね。これ宮野くんが演じてる星宮くんがギターのスペシャリストなんだけど、あんまり最近調子良くないっていう役だと思うんだよね。足長。あ、今帰るところ？うん、そうだけど。じゃあ一緒に帰らない？どうしよっかな。私そんなに時間ないんだけどな。でも野間くん、どうしよっかな。どうしてもって言うんだったら帰るけど、茶番がうまくいくかしら。本当？じゃあ行こっか。回り目1時ぐらいからか。飯食ってから1時から3時まで。その後は動画作成。で、これが恋愛トーク。このデート、下校デートを成功させると放課後デートに行けると。下校デートから何？喫茶店デートになると。朝6時から夜9時まで。つらい。太鼓もやる気じゃん。で、青の引き出しが多いから、この青のうちの1つもしくは3つの可能性が高い。まずはな、初手は学校生活だから。こういうとこからもあれだよ、みんなも学んでいかないといけないから。今日は寒い。今日も楽しい話をいっぱいしようね。こいつちょろちょろだ。まだ青が多いから、まあ、部活委員会の話をしてるかな。こいつはなんとかなるんだ。そうちょろいね。もうね、もう分かってるから。コンピューター部って部長って野間くん？そうだよ。あ、そうなんだ。部室にちゃんと通うのが僕だけだから、いつの間にかそうなっちゃったんだ。いや、行けよ部室ぐらい。そういうのが面白いと思うんだけどね。でもそういうのがなくてもお家でできるのがパソコン部のいいとこなんだけどね。ニャンケンのビルとか火が燃えてる。火出てんの？宮城。で、宮城がかなりでかかったって言ったもんね、さっきの地震。まあ、どっかしら火出るだろうな。ガスとかガスとか火の元が緩くなって。宮城炎上中。ニュース、一応俺も火の元見てきてよ。大丈夫そうだから、まあいいや。出まくってる。あ、ミスった。適当に丸押してたわ。そうだね、苦手な教科が多いからな。追試とかやだな。やっちまった。下校デートできねえかもしんねえや。で、まあここでこのセクハラをすることによってこのアタックが成功しやすくなるから、これ言っとくべきやんだよな。褒めるか見つめるか手をつなぐか寄り添うなんだけど、付き合ってもねえのに寄り添うって何なんだっていうツッコミが激しくできる。手をつなぐ段階でもないと思うんだよな。さすがにレベル3になったと思うから別に手つないでもいいと思うんだけど。手つないでみるか。付き合ってねえ男に突然手をつないでみる。よし、思い切って。思い切ったな。
リさん、嫁さんと2人で住んでますか？はい、住んでます。でも今日はちょっと実家に帰られてるんで今1人です。手がすごく冷たい。寒いの？ええー、なでも塩少ないと思う、多分。一つのビルがね、燃えたぐらいだったね。で、結構火災って大変なんだよね。簡単に、思ったよりも簡単に死んじゃうから、人気をつけないといけない。ビルの何階が燃えてるかにもよると思うけど、簡単にさ、切っても簡単に飛び込んでさ、さっといけるかなと思うんだけど、すぐ燃え移るし、めちゃくちゃ熱いから入れないんじゃない？手が冷たい、すごく言えねえよな。まあ女から手つねてくるっていう時点でおかしいんだけど、ああみたいな。死者が少ないのかの理由、津波救助隊が来ない、火が燃えたままではない。そうだよね、東日本の時も阪神淡路の時もすぐ来たってことはないもんね。手に負えなかったし、数が数だから。ただの火災みたいな感じになっちゃうよね。ここに追い打ちででかいのがあったら本当に危ないけど。あ、風がちょっと冷たかったから。違う、変態だからだよ、変態だから。任せて、僕の手でいつまでも温めるよ。結婚する？伸ばし結婚する？大丈夫？見つめられただけでなんか妊娠するってこういうことなんじゃないかなと思うぐらいちょっと浮かれてる発言出たけど、ノマくんから。アタック痛け。多分これいけるな。これいけなかったら嘘だもんな。逆にノマくんよかったら一緒にどこか寄ってかない？もちろんいいよ。どこへ寄ってる？結局またちょ待ち、3台で津波3メートルとかだったかな、30メートル。あんまりその実感湧かないけど、凄まじいよな30メートルってな。なんか津波って人なん2メートルとか、2メートルって当たり前だけどさ、1メートルなくても足持ってかれて危険早くなりました。わからん、本当やばいって言うもんな。足元の水でも全然溺れるっつうか、持ってかれるっていうよね。はいはい、支援の状況、良くなったかもしんないけど、設定はもっと早くできるね。高いところに逃げて止めなのに、いつも痛みに飲み込まれる津波の高さ。本当は半時すごかったよね。本当その宮城のとか岩手の大船渡とかさ、本当やばいよね。1メートルで死亡率100、やば。昔さ、俺がちっちゃい頃だからみんなわかんないと思うけど、九死に一生スペシャルっていう番組やっててめっちゃ面白かったんだよ。津波とか来た時にギリギリで生きれたっていう人もいたり。あれ本当ドキュメンタリーですごい良かったな。再現ドラマも本当に怖いな。野間くんの行きたいところでいいよ。本当？じゃあゲームセンターへ行こうか。ゲーセン行くやん。女の子詰めて連れてさ、ゲームセンターってあんま行きづらいけど、どうなるんだろうね。シミュレーションとしてはいいよね。じゃあなおさらきっと楽しいよ。やっぱりさ、ちょっとうるさい感じするもんな。そう、じゃあ行こっかな。物は試しって言うからね。やっぱ楽しんでる男の子見るだけでいいから、まあ楽しんでればいいんだろうな。ちょっと不安がってるんじゃなくて、もうどんどん。さーて今日は何やろうかな。楽
カード型の対戦ゲームもいいけど、やっぱ大型筐体の体感ゲームかな。野間くんはよくここへ来てるの？もちろん。最近のゲーセンのゲームは全国のプレイヤーと通信対戦できるからすっごく面白いんだ。これ2006年だからな、出たの最新だよな。本当に何かやりたいのない？ミホキャッチャーぐらいしか分かんないだろう。米はそっか。何か君が楽しめそうなものは？やっぱこういう風にさ、自分が好きなとこ連れてきたけども、ちゃんと彼女とかというかその女の子のことを考えてエスコートできるオタクっていうのはいいよね。なんてたって優しくするのが一番手っ取り早いから。女は最低な話。あの白クマかわいい。あれ白クマなの？白クマ？あ、クレーンゲーム？ラッキーみたいなのいるけど。うん、野間くん、あの白クマアイピロー取れない？あれは無理だよ。どうして？もっと落とし口に近いのを引っ掛けたり引きずったりして落とすのが有効なんだ。あれは遠いし、上に別の景品が乗っかってるから、いくらお金があっても足りないよ。これフラグっぽいな。最終的に取ってきてくれるっていう。福島駅で水漏れとかしてる。まあ福島は水漏れめっちゃ弱いからびしょびしょになるからね。郡山駅とかさ、福島駅とかどうにかしろって本当思うわ。そういうもの？そういうもの。白クマ好きなの？そういうわけじゃないけど可愛いかなって。そっか。また今度来てみようよ。取りやすい位置に移動してるかもしれないし。何回でも来てさ、楽しくあーだこうだ言うのが一番いいんだよ。そんな飾らないでさ。そうだね、せっかくゲームセンターへ来たんだし、中をぐるっと見てみない？うん、いいよ。こうして二人で過ごした。いいね、育んでるね。手つないでも OK な関係になったしな。あれは野間くんの方が頭おかしいと思うけど。付き合ってもない段階でやるなよそんなこと。ハレンチだな。っていう一日が終わりましたと。よし、終わったぞ。これは取れたかあるんでしょうか。でもまあ一日一日全部やっていくわけじゃないから、これはこれでいいかな。面白いわ。久しぶりやったけど。でも男たちだけだったら甘神やってたのが多分気が向くだろうなと思う。それか最初に最近作った、うん、それか最近作ってすぐに消したスピランにマサイモスペシャルっていう名前つけて投稿するかもしれません。投稿頑張ってるね、すごいわ。面を作ろうとは思わないわさすがに俺。まだやりますか？ちょっと話してんだったら付き合うよ。でも眠いから終わっかなとは思ってるけど。3時半起きだから。テレビ地震速報しかやってない。ほんとそういうのよくねえよな。地震なんて1曲でやってればいいんだよ。
そうです。それ NHK でよくない？そのための NHK じゃね？1時半は無理。汗かきながらやってるもん。どうした1時半って。違う違う、昨日は12時に寝て、昨日の話、昨日12時に寝て3時半に起きたから、3時間とか3時間半しか寝てなくて、そっからずっと起きっぱなしだから疲れとるって話。それだけや。東北のみんな大丈夫かな？大丈夫だ。あの地震を耐え切った人たちだから。あの時ほんとやばかったけどね。 BS の太鼓やりますか？太鼓持ってねえよ。太鼓持ってると思うのよみんな。みんながみんな太鼓の達人持ってると思うなよ。永遠の何かを。大震災の時は正直僕大学生だったんで、埼玉にいました。埼玉の家賃2万3000円っていう、わかんないかもしれないけど超格安のアパートにいまして、1階だったんだけど、あ、俺死んだわと思ったわ。あ、関東大震災来たわと思ったら全然関東大震災じゃなかったわけなんだけど、あ、俺死んだわと思った。で、俺基本的に家の中でさ、裸族だから、3月だったけどパンツ一丁だったんだよね。でパンツ一丁だったけど外出たもんね。パンツ一丁で上半身裸、さすがにそりゃねえよと思ったけど。どういう行動したので、そしてで、収まって落ち着いて、で、福島だってことが分かったから、公衆電話に走って、で、公衆電話つながんねえから、心配しながら、ただただその、それを、行く末を見守ってたって感じだよね。実況、パワフルプロ野球。
地震ニュースちょっと古いな、古いな、陽がめっちゃ弱い時の日ハム、日ハム弱ー、小笠原もいねえのこの時。ちょうどもしくなんだ、東日本大震災は今の25ぐらいが多いとかこっち来いとか言ってたんだろう、どういうこと。地震雑談、ウィンドキャプチャー、ネムシ、地震、地震相談配信いるか、地震で困ってますって人いるか今。え、こんなのあるんや。これ登録しないと分かんないって感じだね。眠い、マジ眠い。もう地震のことに普通すぎてさ、喉元すぎればもう普通の地震よ。何を見るのが一番いいんだろうな。地震リアルタイムニュース、地震チャンネル、今回の地震は東日本大震災の余震なのかな。まだ東日本大震災の余震は続いてって聞いたことあるし、本当にその2011年の時の東日本大震災の前にもちょっと来てたみたいだよね、何回か。
で終わってからも結構ついてたし、寝ておったか、寝るべ、中学生が起きてていい時間じゃない、30歳は起きていられない時間でもある。うちのママめっちゃ厳しかったからめっちゃ怒られたぞ。1時に起きてたら蹴られたの、何やってんねんみたいな。ああ、サイレン鳴ってるわ。あ、マサイも、あ、高校生になったの？あれ？高校生野球部か。まあ、高校生だったらもう大人だからな。そこはもう自分に任せられてるか。あかん、標準語のダメ、良くないの意味で使われます。こっちの人もあかんって使わないな。ええー、おもろい、ほんま、ちゃう。高校の時の関西の先生がなんでやねんとか使ってたから、結構これ憧れて使ってたんだよな。中学2年生なので大丈夫でちゅう。ええー、な、その喋り方でいこう。なんでやねん、なんでやねんな。これ毎度とか使う人いんのかな。変じゃない、毎度とか言うの。毎度ありがとうございますだったらまだわかるさ、毎度とか言うか。似合てるな。あ、ケントチューさんありがとうございます。今来た産業、もうちょっとで寝る、自信は大丈夫、眠い。初めてまともなできたわ、自信やばかったっす。ケントチューさんどこなんでしたっけ、お住まいは。言えない場合は震度で言っていただいたり、大丈夫だったか大丈夫じゃなかったかとか。変ではない。やっぱ関西弁に憧れるんや。痩せれたのでやめたい。痩せるために部活入ってたみたいな。確かになんかで中学の部活ってやめれないとかない？ハーク。そんなさ、急になんかやる放送でもないんで。ハーク。いや、ほんと来ていただいてほんとありがたいっすよ。ほんと毎日ゲームの実況あげる人、すげえと思う。関西弁じゃないからです。京都弁とかも違うもんな。ちょっとは。京都弁とかちょっとおもろいよな。京都なまりっていうの。あと今日1時半までやるってことになってます。やめます。親に迷惑かけたくないので。
親と話し合うだけじゃない？そしたら。なんかいろいろあんだよな。多分うちの俺も辞めるって言ったら、もう一度頑張ってみたらとか言われるだろうけど、別にね、辞めれるんだったら別に辞めてもいいんじゃないと思うよね。本気で辞めたいって言ってるのかもわかんないけどね。結局1時半までするんですか？今何時なん？15分で終わっぺじゃ。15分で終わんねがい。福島なまりだこれが。おはようさん、堪忍しておくれやすな。でこれ女の人しか使わないでしょこれ。堪忍しておくれ、遅れやすな。言えねえ。福島県と宮城県を足したら停電。6万7800戸。ライバルズやります？ライバルズやる？ライバルズね、最近できてないんだよな。なんか、おもろいなって思うデッキに出会えてなくて今。で悩んでるんだよな。まだレジェンドにもなってないし。ケント中さんやってるんすか？ライバルズ。今も。電話しましょう。ね、本当に今そんなに魅力的じゃないんだよな。ライバルズ自体が懐かしいな。二人でっつうか頑張ってあげてた時期が。しかもめっちゃ重くなってるし最近。電話わかんないんだよな。シールドブレイクとか。全くいじろうとも思ってないから。太鼓さん結構やってんのね。DM ね、ジェネレーションギャップだな多分な。ケント府中さんと多分同じぐらいの。昔の方がはっちゃけただけ決めた。思う。で結局やっぱり強いが決まっちゃってんだよね。今のパワーが強すぎてさ、強いデッキの。それが良くないよな。だから最近上げたライバルズの動画も結構いい感じで伸びたんだけど、結局なんか次に何やろうかなと思うと難しくてさ。頑張って上げてる人はいるけど。でもまさゆもさんが教えてくれますよ。やる？デュエマ芸人になっちゃう？やっぱ愛が足りねえわ。でも俺途中で諦めたくなっちゃうもんな。わからなすぎて。そしたら遊戯王やってた方がいいわ。そうインフレしすぎてさ、もう終わってんだよね本当に。なんか次の環境でなんとかなってくんねえかなって思ってる。次の環境でもう終わってたら
ちょっと考えるなって感じはする。でもなんか検討中さんが今やってるあのゲーム結構シリーズ出てんすね。もうなんかずっとやってますもんね、あれね。いいなぁと思って、一つのゲームをずっとやれるっていうか、シリーズあのグラフィックで結構ボリュームあるから。キャラクターめっちゃ可愛いし、インストールが終わらない。マサイモシ帰った、それがいいよ。寝よみんなで、寝よみんなでとか言って、お試しで買った結果はこれだよ。あ、それあれ、あのゲームですか。お試しで買ったら結構続くストーリーになっちゃったみたいな。それすげえな。まだ余震あるわ。本心が来るかもしんねえな。寝れない人いいんじゃないか、この微妙な余震で。帰ってないよ。ありがとう、本当にずっといてくれて。このイベントも全然やってないしな、ソロとかも全然やってないし。でもなんかうちのギルドメンバー結構やる気あんだよな、今回結構レジェンドなってんだ、すげえんだよな。やっぱ次だね、次までを出さないと。もうちょいちょいやりはするけど、パッとしたデッキないもん。ある程度いいデッキ絞られてきてるし、一回コインミニアで90のサボテンゴールド出したっていうのはあるけど、動画館やめた。何の意味があるんだろうと思ってたから。それ言ったら全部終わりだけどさ。っていう感じやね、ライバルズも。やっぱインフレする前がやっぱ楽しかったわな、何でもそうだけど。ゲームってもんはよ。って感じで、そろそろ終わりますか。15分過ぎたんで。検討中さん、これ書いたんすか、このおっさんが行くのやつ。すげえじゃん。お疲れ様でした。こういうの俺も欲しいんだよな。こういう絵描いてくれたんかな。お疲れ様でした。また来ていただけると嬉しいっす。
ちゃんと教文を見ておきます。順調に増えておるチャンネル登録者さんが、頑張って追いついてみせるぞ。嫁ちゃん書いてんだ。これも嫁さん書いてたんだ。なるほど、いいなぁ、絵心ありますね。しかもそんなに応援してくれてるとは。私も応援はされてしてもらってるんですけど、絵はないな、絵心ないからな、あの人。めっちゃ出してるもんな。で、平均してもちゃんと200ぐらい超えてるから、ええなぁ。150、もう余裕で200超えてんだ、この奇跡関係のやつで。だ、いろんな奇跡があるんだ。似てるタイトルだなと思ってたけど。いつもお邪魔してるチャンネルでございます。やめよう、やめよう、俺の体力が今ゼロに近づいてきてるから。検討中さんのチャンネルもよろしくお願いします。では皆さん、今日本当に来ていただいてありがとうございました。明日寝る、起きる時間が遅くなんなすぎれ、遅くなんなければ1時からぐらい始めようかなと思うんで、また来てみてください。あと地震がすげえの起こったらまた配信するんで、つけてみてください。ではありがとうございました。ケントジュースさんも最後に来てくれてありがとうございました。ではさよならん。あと1分後ぐらいに切るわ。フリートークラなんてあんだ、へえ。毎日9時更新すげえな。いや、ありがとうございます本当に。編集どんな感じやってるかとかも後で、今度来た時聞きます。参考にさせていただきます。大変でさ。ではさよなら。